はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな人にチャンネルでございます。知識のあるし上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。はい、ということで斉藤くんです。よろしくお願いします。ジャガモンド斉藤です。はい、今日ははい、マッドマックス、はい、マッドマックス、フィリオサ何も固有名詞が何も言ってない。マッドマックフィリオサ、マッドマックス、マッドマックスフィリオサっていうタイトル、正式にはマッドマックス、うん、なんかダブルコロンフィリオ サ、うん、怒りのデスロードはつかない、つかない。怒りのデスロードは前回ですね。でマッドマックスフィリオサ公開記念、過去作全語らいスペシャル、おおということで、はい、まず1からいきます。おでも本当に公開日まで、うん、次元爆弾式に1からどんどんカウントダウン、カウントダウン式にやっていこうかなということで、今日は1を、はい、ちょっと短めでございますけれども、うん、ちょっとレビューしていこうかな。で最初にちょっと謝りたいのが、はい、3見てないっすらしいね君こんな深夜の1時に呼び出しといて、そうごめん間に合わなくて3見えてない、電車でびっくりしたよ3見れてねえやっつって3を見れてないんです、はい、すいません、はいはいはい、なんか3はちょっと斉藤くん、はい、僕見てないっていうことを加味しつつ、わかりました。斉藤くんに3に関してはちょっと紹介してもらおうかな、うん、そうですね、思いながらいきたいと思います。はい、はい、ではまず1いきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでマッドマックス1、うん、ジョージ・ミラー監督の、はい、なんと長編デビュー作、デビュー作です ね、 ね、オーストラリア、はい、オーストラリアですでね作られたということで、うん、なんかしかもあれだ、俺ウィキペディアで調べたら、うん、オーストラリアの次に日本で公開して、はいはい、そう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 、ね、で日本でヒットしたから世界公開みたいな、なんかアメリカではむしろヒットしてないみたいな、あそうなんだ、感じらしいですよ、うん、じゃあ日本人の感性がそう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 、マッドマックスを大きくしたみたいなとこもあるのね。そうですよ、我々のおかげ、我々のおかげってちょっとおこがましいけど、我々は本当に何の関係もないし、ね、なんならリアタイ世代でもないし、ね、ないから、うん、で、はい、マッドマックスがあってさ、うん、で北斗の拳があってとか、あそうそうそう、なっていくわけでしょ。そうだね、まあ、すごい日本人に縁もゆかりも深い作品だなと思いつつ、はい、あとちょっと関係ないし、もう最初にしといていい、うん、マッドマックスを、はい、まあ、君島さんユーネクで見たんですけど、ユーネクソ、ね、まあ、君島さんがね、はい、ユーネクソ担当だからね、はい、うん、ユーネクソで全部見れますんですよ、ね、コンビへつらうことないそしたらさ、はいはいはい、そのおすすめ、あなたにこれを見た、あなたにおすすめっつったらさ、ランボー、あーなるほどロボコップとか出てきてさいい、ね、もう急にあこの世代ねって、そうだね、そのなんかその名画座というかね、そう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 出てきて、あ、はいはい、ここにいたんだ君たちみたいな、そう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 、確かにここの、うん、これを言う人たちってこの映画も語るしみたいな、そうだね、あなんかすごい一気にまとまりが見えてきてて、うんうん、そうか、だからそれもちょっと楽しかったわ、確かに、だからだからオーストラリアの自主制作映画っていうのがちょっとまた、うん、そのロボコップとかランボーとは結構違くて、うん、なんかねギネスだったんですよ途中まで、制作費と興行収入の差が激しいギネス、ブレアビッチプロジェクトに抜かれるまで1位だった、ずっと1位だったっていう、うんうん、結構すごいじゃないですか、すごいよね、はい、うん、で確かに内容見てみたら、はい、絶対低予算じゃんって分かるような内容、うんうん、なんですけれども、はい、まあこれがだからまあその怒りのデスロードでね、うん、まあ我々世代も直撃することができて、はい、そうだね、まあこれはすごいと、まあ、ロングランヒットしてさ、はい、爆音上映だとかね、はい、うん、話題になってましたけど、うん、まあ、今回フィリオサで公開ということで今世間は盛り上がってるわけですよ、うん、あれがなこれがなかったらね、そうないわけですからね、はい、ということで、まあ、じゃあ実際見てみた時の感想としてね、はい、斉藤くんどうですかこの作品は。僕久々に見返して、はい、で当時見た感想と、うん、変わんなかったんですよ。ほう、見返した時に、うん、でそれ何かっていうと、ま、マッドマックスってやっぱりこう直撃世代としては4の印象が強いじゃないですか、うんうん、で、ね、1見ると、うん、まあ結構そこあそこまで荒廃、うん、荒廃してない世界というか、うん、まだ文明がまだギリ成り立ってる、まあ、俺らの世界に近いよね。そうそう、どっちかというと我々に近い、うん、今のちょっと近未来ぐらいの感覚だ、うん、なんですけど、うん、まあ、そのルックが違うってのもそうなんだけど、なんか映画の中身の印象が僕なんか怖い映画なんですよ、うん、一作目って、うん、な何が怖いかって、別にそのホラー的なね化け物が出てくるとかじゃないんだけど、うん、監督がね、うん、お医者さんなんですよ、もともと医大出て、うん、救命士とかをやって、あそうなんだ、でなんかその結構医療とか、うん、知識がちょっとある方で、ジョージ・ミラー、そうジョージ・ミラー、ね、インテリなんだ、そうなんですよ。で毎回こう後半要は
マックスの奥さんと、うん、まあ娘が、うん、まあ必要にこう追われるじゃん、うんうん、でそれがこうわーって追いかけてきて逃げたとか返り討ちにしたとか、うん、すぐなんなら追いかけてきてすぐやられちゃったとかじゃなくて、うん、結構映画の後半ずっとなんかをずっと追いかけられるそうで、うん、惜しいみたいな、うん、で逃げるんだけどなんかまだその脅威は去ってないみたいな、うん、トーンから、うん、俺結構なんか嫌な映画っていう嫌な映画だよねで怖いし、うん、であのビジュアル的に嫌なのが、うん、あのマックスの友達のグースが、うん、まあやられちゃって、うん、もまあ火事で火傷を負っちゃいましたでマックスが病院行って、うん、でグースわーって言ったらなんかこう布、うん、テントみたいなのが貼られてて、はいはいはい、なんか光みたいな、うん、でなんか死んだんかなとか思ってたよねそう、うん、でマックスがこう引いてみたいになるみたいな、うんうん、いやどうなってんのそうそうそうあれもなんか見せてくんないもんね見せてくんない、うん、で多分その医学界にいた人だから、うん、多分やけどを負った場合はこういうこうでこういう治療だっていうロジカルなものが多分あると思うんですけど、うん、なんていうかこう見ちゃいけないものを見せられてる感が俺すごいこう嫌 で手だけダーンみたいな感じだよねそう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 、うん、なるし、うん、超嫌なのよで、うん、奥さんがこうあれもこう最後さ最後っていうかまあ中盤か、うん、追われてこうバーンって転んじゃって、うん、どうやら引かれたっぽいみたいなのも、うん、まあはっきり見せないけど、うん、その後こうあの病院に連れてかれましたみたいな時もなんか手がないみたいなのとか、うん、そう俺すごい嫌で、うん、だからなんかあのマッドマックスって V8 みたいな、うん、妹誕生みたいな印象がすごいあるんだけど、うん、ワンってなんかすごく嫌で怖い映画みたいなのが強烈に残ってて、うん、今回見直した時も嫌だなーっていうか、うん、だからやっぱりオーストラリアの映画なんだなっていうかそのハリウッド的なカタルシスがバーンってあって、うん、なんか気持ちがいいみたいな復讐劇ではなくて、うん、なんかちょっとすごく嫌なものをずっと引きずらされる、うん、すごい怖くて嫌な一作目だなっていうのがまず印象ありますね。はい、あのでまあ僕らもう先にもう試写で、はいまあ、フィリオサ見させていただいてるんで、はいまあ、最後はフィリオサのレビューもさせてもらうんですけれども、はいはいでやっぱ僕そのフィリオサの前に予習で、うんまあ、1と2は見て、はいはい、で3だけ見れない状態で行ったんですけど、うんはい、その俺マッドマックスの怒りデスロードから見て、はいはいはい、で、まあ、今回初めて 1,2 って見させてもらったんですね、はいはい、で思ったのは、うん、あなんかマッドマックスってこういう映画なんだっていうのを俺は1を見てやっと理解できたっていうかなるほどなるほどなんか確かに4だけ見ると、はい、怒りのデスロードを見るとすごいハイテンションでめちゃくちゃで、うん、でもなんかその造形の面白さとか、うん、ビジュアルの面白さとか、うんまあ、要はビジュアルショックみたいな部分、うん、あのギターのやつがウィーンとかさ、はいはい、ガジェットの楽しさもねってこう、うん、ここにつけられて、はいはい、なんか人間血液タンプみたいな扱いされてとか、うんはい、輸血袋って、ね、輸血袋みたいなね、うん、感じでねあの酒袋じゃないけどさ、うん、そんな感じでこうなってるのとか、うん、そういう面白さがあるのでちょっと興奮するじゃん、まあ、そういう印象だよねウォーボーイズがシューとかさ、うん、なんかやんなきゃやりとか、うん、でなんか何なんだこの映画はっていう衝撃があったじゃないですか、うんうんうん、でもワンこそ何なんだこの映画はっていう、 そうだね、まあ、衝撃があって、うんうんうん、でも僕はすごい納得いったのは、うん、なんかこれってなんかそもそもうん、やっぱりちょっとそのアメリカンニューシネマが確かは、うんうんうん、あれ今回のこの映画ね79年とかですね、はい、でアメリカンニューシネマで例えばロッキーとか、うん、60年代始まってロッキーとかねタクシードライバーとかが76年とか、うんうん、それぐらいなんですよ、はい、ちょっと遅いんですそっからそうだ、ね、でもオーストラリアで出てきた映画っていうので、はい、やっぱその系譜なのかなって思う、うん、なるほどあざるを得ないニューシネマの流れだと、はい、でやっぱり最初のさなんかもうマックスが車に乗って出てくるところから、うん、もうそれそのアメリカニューシネマじゃないけど、うん、それこそもう激突とかを感じさせる、はいはいはい、なんか、はいはい、グーンみたいな、うん、ふんふんみたいなでっかいやつらがいてそれでカーチェイスから始まって、うん、で初めてマッドマックスだっていうタイトルがめっちゃピンときたのよね。なるほど。なんでマッドマックスなの？そう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 。これはマッドマックスだって俺はワンの方が思ったっていうか、はいはい、ビジュアルは確かに落ち着いてるし低予算な感じがすごいんだけど、うん、もう冒頭からてかむしろ俺らの世界に近いからこそ、うん、なんでこの警官ただ暴走してるのみたいな。暴走してる奴らを暴走警官が追いかけるだけのやつで、はいはいうねうん、うわーダーンババババンガガガンガガガンみたいなのがずっと続いて、はい、で、マックスがなんかこう、うんうん、
もなんかもったいぶってさ、うん、乗るか乗って来るのかなと思ったら来ないで、うん、また居酒屋で、はいはい、なんか居酒屋なんかパブみたいなところで、うん、なんだあいつら行くぞとか言ってまた警官たちがわーって言ってまたね、うん、カーチェイス始まって、うん、子供引いちゃう引かないみたいな、うん、ずーっとやっていついついつと思ったら途中でやっとマックス来て、はい、マックス来たと思ったらマックスケツガンガン追いついてでなんかその後なんだその最初の犯人みたいなナイトライダー、ね、ナイトライダーが事故って死ぬみたいな、うん、まあマックスとすれ違った時から泣きべそかき出しちゃうからね、うん、そうそうもう無理だーだって俺はもう終わりだってねさっきまで行きましたそうそう横の中どうしたのあんたみたいな、ね、もう無理なんだーとか言って、ね、ずっとマックスがついてるじゃん、うんうんうん、でそこはなんなら激突の犯人側がマックスっぽい感じでもう怖いのよね、うん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 、で事故ってナイトライダー死ぬじゃん、うん、死んだらさ、うん、マックスがさ悲しい顔で出てくんのよ、はいはいはい、あれみたいな、ね、そう、うん、で やっちゃったみたいな、うんうん、でなんかどういうことなんかお前めっちゃ怖かったぞ今どういう気持ちだったの俺らだってわかるよお前が怖いことだって思うんだけど、うんうんうん、どういう気持ちだったのって、まあ、最終的にはなんかほらちょっとだから自分の仕事に自分で恐怖を覚えてるぐらいの感じで、うんうんうん、なんか奥さんと子供とちょっと旅行行ってね、うん、休憩入る、はい、でまあ俺らもさ、うん、も散々映画見てきてるから、うん、あ帰ってくるんだなと、うん、なるほどね一回自分の仕事を忘れて辞めるけど絶対お前はどっかで帰ってくる、はい奥さんが殺されるのかなとか思ったのよ、うん、それでこの仕事に帰って殺さざるを得なくなるのかな、うん、犯人を追うためにとか思って、うんうん、そしたらその追いかけっこがずっと長い間になってもう絶対死ぬの分かってるじゃんって思いながらさ休暇中だからねそうあれ、うん、でなんなら4を見てるから、うん、俺マックスの奥さん知らないしまあそうか、うんそうね、とかもあってね、うん、そういうちょっとメタ的なのもあって、うんうん、最悪じゃんの時間長かったりして最悪じゃんの時間長いよねそうで結局ね俺が言いたいのは、うんただ暴走してるだけの映画じゃんこれ、うんうんうん、ですごいその低予算だからだと思うんだけど、うん、いろんなカメラワークとか描写が、うんうん、これギリギリどっちなんだろうって俺思うんだけど、うん、その下手なのかめっちゃうまいなのかなるほどなるほど分からないラインで、うんうん、すげえ前衛的じゃん、うんうん、カメラワークもファッションも、うん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 まあでもファッションとかはもう狙ってやってんだなってシリーズ見て思うけど、うん、ウサギの死体が端っこに映ってたりとか、うん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 、動物の死骸が細かいところで映ってたりとか、うん、あまりにもアバンギャルドだなと思って、うん、これアバンギャルドな映画なんだっていうのが分かったのね、うんうん、そうするとやっぱりマットなマックスだなってタイトルだなと、うん、そう、その通りだなってことね思ってで思うと、うん、やっぱ怒りのデスロードで我々が興奮し、うん、ヒットしてるって奇跡体験だなって、まあ、この映画の4作目がこうなるとは思わないもんね、うん、でしかもやっぱり前衛的じゃんマッドマックスもやっぱりそこは、うんうんうん、でそれが楽しめる領域でこうヒットしてる、はい、そういう映画体験させてもらってるってこと自体がすごい僕はすごいことだなって改めて思った、うん、でその後さほらジョージ・ミラーのさアラビアンナイト、はいはいはい、この前ついこの前のねそう1個前のやつとかも、うんうん、難くなかった正直難しかったですね難しかったよね、うん、だからやっぱりこの人難しい人だなって思うのよどう受け止めようになっちゃうからねそう、うん、でもそのアバンギャルドさが表現としてはめっちゃアバンギャルドで、ね、なんか警察なのにここにコテみたいなのしてたりとか、うん、なんか意味もなく途中剣道着の人いたでしょ、うん、いたいたいたとかさ、うん面白表現たっぷりじゃんごちゃごちゃしてるもんねそうそう、うん、でも、やっぱりそこがカーチェイスっていう、うんうん、とかバイオレンスっていうさまああの時代にもあってたし、うん、ある意味誰でも楽しめるジャンルでやってくれてたってことが、うんうんうん、なんか俺結構奇跡生んだんだろうなってワンは見ましたなるほどだからジョージ・ミナの持ってる素質と題材がちょうど合うように、うんうん我々が見ても楽しめるようにフィットしてるっていう、うん、フィットしてる、まあ、あと時代性、はいはいはい、さっき言ったちょっと多分アメリカンニューシネマの流れ組んでる方だと思うんだよね、うんうんはいはい、だからそこが、まあ、だから、ね、そうだから一見、うん、まあランボーとかごめんなさい詳しくないからあれだけど、うん、多分あの時代のすごいちょっと対策映画風アバンギャルド映画みたいなところに載ってるからだから実はダイハードとかとは違うんだろうなと思うんですよ。あ、まあそうね厳密には ねロボコップとかああいうんではない、うん、どっちかっていうとタクシードライバーとかあっちのノリとか空気感に近いなって俺は思う、はいはい、ちょっと暗めのね、うんうん、でそこが、面白かったっだから それがだから今もうアメリカ出身になっちゃってマッドマックスで作られているフランチャイズだったりするから、うんうんなんか印象が全然違うですよね、うん、今見てるフィリーロードもそうだし、うん、でその多分その
自覚的なのかどうかってところで言うと、うん、なんかその脚本がもともと200ページぐらいあるらしいんですよ最初。でそこに、まあ、僕読んだことないですけど、うん、ここはどう撮ってどう編集するかみたいな、うん、全部書いてるんですって、うん、だから多分そのさっき言ってた、下手なのか狙ってるのかで言うと、うん、多分狙ってやってる部分がすごいわ計算してやってるんだと思うんですけどね、うんうん、だからあの異物感全体的な異物感は、うん、その映ってるものの、もう徹底的にディティールキャラクターの衣装から、うん、そういったディティールもそうだし、うん、まあ、話の展開も変だし、そうだね、冒頭からもうマッドマックスなカーチェイスとか、うん、もう最後の追い詰め方とか、うん、なんかいろんな部分が本当に根詰めた変な映画だったね。そうだね、うん、だからあの劇中でもあの後半でもう俺バッジ外したらあいつらと変わんないみたいな感じじゃん、うんうん、でマックスのさ上司いるじゃん、うん、マッチョの、うん、あいつもちょっと怖いだってあいつも変じゃん、なんか裸でさそうそうそう、なんかみんな鼻に水あげてるみたいな、そうそう、だからああいうの一個一個がすごい刺激的だよね、ディティールがねすごいよね、うん、だからすごくこう、まあ、暴力の映画というか、うん、だからそう聞くとやっぱそのフィリオサとか見た時の、うん、なんか意外とグロいことやったりするじゃん、うんうん、フューリーロードより結構露骨に、うん、みたいなのとかあるじゃん、うん、だからそれはやっぱここの時からあるんだなっていうのはすごい思うよね、うん、ワンからね、それでやっぱり偶話的な部分があるというか、はいはいはい、まあちょっとフューリオさんについてもねやっぱ話していきたいから言っとくと、はい、やっぱ俺はそれも含めてワンツーって見たおかげでフューリオさんもすごいそのおかげで結構楽しめた部分あって、はいはいはい、うん、ちょっとここら辺はねまた後でいろいろ話したいなと思いますけどもね、はい、なんか言っときたいことはない、もうワンについて、うん、大丈夫、好きなシーンとか、好きなシーンでも最初の泣いちゃうところそこね、あそこは大好き、うんうん、泣いてる間ね、意味わかんないもん、うん、あれ笑っちゃうよねあれはやっぱりあとさ、うん、結構普通に話の筋ずっと意味わかんないよね、あ、はいはい、説明がないのもあるし、うん、時代設定は説明ないのもあるけど、うん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 、なんか途中でさ捕まえたやつを、うん、なんか国の裁判所みたいな、なんか国の偉いやつらが来て、うんうん、釈放するとことかと、うん、もうあそこら辺もう全然意味わかんないじゃん、まあ、なんかあの時代のルールがあるんだろうねっていう察するしかないもんね、うんうん、あとやっぱ後半がやっぱちょっと怖すぎる、なんかやっぱ奥さんがあの一回家連れ、おばあちゃんが家連れ戻したのに戻るじゃん、うん、ああいうとことかすごくすごい嫌だよね、嫌だ、うん、だすごい嫌だ、嫌だな、嫌、うん、な映画っていう印象がやっぱすごい強いなって気がしますね、はい、はい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 、ということで、うん、まあワンはそんな感じでね、まあワンもからまあ僕はこんな気持ちで見させていただきました、うん、続いてツーの話をしたいと思いますんで、はい、また明日マックマックス2前に打ち出すんですね、そうです、はい、よろしくお願いします、もしよかったら高評価チャンネル登録お願いいたします、さよなら、さよなら。